乱雑ですけども、今回使う洗車道具たちはこれですね。今回のメインとなるのがですね、このピカピカレインプレミアムということになります。こんな感じで商品が入っております。これがですね、施工した後12時間雨に濡れたらあかんということで、施工するタイミングがすごく難しいのと、あとはもう一つはですね、樹脂部分ですよねが汚いのが、これでですね綺麗にできるっていうことで、これもピカピカレインのやつなんですけど、この2つを購入してこれを施工していこうと思います。下地処理のためにですね、多分鉄粉とかがすごそうなので、これはキーパーのやつですよね。キーパーのやつを一般販売してるやつの鉄粉クリーナーと普通の洗剤とかも買ってます。ドン、ラモップ買っちゃいました。そして、もう細かいところを掃除するのに絶対これがいるなと思ってたので、こういうやつですね。こういうブラシが入ってるやつもですね、ついでに購入をしました。あとホイールを磨くのですね、G4、 ホイールを磨くのには G4 というやつが良かったみたいなんですけども、これもピカピカレインのホイール専用のブラシがこんな感じで出てたので、これを購入してみました。なんかピカピカレイン尽くしですけど、洗っていこうと思います。洗車をしようと思ったら昨日雨が降っていたみたいで、こんな感じに水滴がついていました。今の水はじきがですね、もうこんな感じになっております。で、汚れもですね結構ついていて、ボンネットの奥の方はですねもう真っ黒になって、汚れが閉じ込まった状態になってますね。で、こちらの樹脂パーツもですね若干白くなってきているなというところです。雨に濡れてちょっと分かりにくいですけどね。前にも動画で紹介しましたけども、この部分はですねもうかなり白けてるんですよ。今濡れてて分かりにくいんですけど、ここはですね樹脂復活剤でですねしっかりケアしていこうと思います。車のサイドはこんな感じになっております。リアだけじゃないんですけども、こういう微妙な隙間のところに汚れがめちゃくちゃ詰まってるんで、この間はですね綺麗にできないと、なんかね水流すだけでいっぱい泥が出てきたりします。天井部分は日がどうしても当たるのですぐにコーティングがダメになってしまう感じでですね、茶色くなって錆びているようになっている感じのところがありますので、そこもしっかりと洗います。洗車の様子も動画にしてるんですけども、あくまでもですね素人の洗車ということになりますし、めちゃくちゃこだわりのある洗車というわけではありませんので、こんな感じでピカピカレインをするときはですね洗ってますよっていう程度の動画だと思ってください。しっかりと水で洗い流してですね、その後はですね僕がいつも使ってるのはこのキーパーのですねカーシャンプーですね、こちらの方を泡立てて、キーパーが出しているラモップで洗っていきます。いつもはこれでシャンプーをして、そして流して終わりっていう感じですね。たまにですねナノピカレインっていうのを振りかけてコーティングはしますけどもね。1度目は普通の洗車の工程をですね行います。一人だけしない感じですね。しっかりと水で洗剤を落としておきます。ここからはですねキーパーの鉄粉クリーナーボディ用を使っていきます。使い方を確認してですね、そしてボディの方に吹き付けていきます。どれぐらいの量を吹き付けたらいいのかとかあんまりちょっとよくわからなかったので、しっかりめにですねボディに吹き付けておきます。この後5分ほど置いて、そしてこの後5分ほど置いてマイクロファイバークロスで軽くこすってですねしっかりと鉄粉を落としていきます。これを2回工程繰り返しました。そして鉄粉クリーナーをかけた後はですね一度シャンプーでですね洗車をして洗い流しておきました。
至る所が紫に変色してですね、鉄粉がボディにしっかりとついているというのが分かります。まあ、触った時の手触りがですねザラザラしているので、まあこんな感じかなとは思っていました。鉄粉クリーナーが終わったら、続いてはこれを使って洗車をしていきます。爆白1という水垢除去剤ですね。この工程はですね3度ほど繰り返して丁寧に洗っていきます。この工程をするのがですね時間がかかりましたし、すごく疲れました。慣れてないとまあこんな感じになります。天井のサビのようなところはこの液体コンパウンドを試してみます。番手の大きいものから磨いていってたんですけども、それでは全然取れなかったので、とりあえず3000番ですね、傷口用のコンパウンドを使って磨いていきます。仕上げはですね仕上げ用鏡面用と使っております。時間はかかりましたが、ほぼわからないぐらいになりました。コンパウンドを磨いた、コンパウンドで磨いた後にもう一度だけ爆白を塗りまして、そしてからですね、最後は洗車ですね。またカーシャンプーを使ってですね、洗車をしていきます。ここからはですね、もうスピード勝負といった感じになってきますので、両手にラモップをつけてですね、ガシガシと洗っていきます。まあ、ガシガシとというか、丁寧に洗っていきます。まあ、本当にしっかりと洗っておかないと、爆白のですね跡が残ってしまうんですよね。なのでここはちょっとしっかりめに水をかけてですね、水を多めにかけて洗っていきます。ホイールはですねピカピカレインのホイールのブラシを使ってみました。こういう大きな穴はですねすごく使いやすくて洗いやすかったんですけども、スポークの間のこの小さいところがですね入りきらなくてすごく洗いにくかったので、これはちょっとサイズが使いにくいなという感じでした。スポークの間隔が細い車はですね、このホイールブラシはですねあまりおすすめはできませんでした。シャンプーとですね爆白をしっかりと水で洗い流しておきます。そしてこれもですねピカピカレインを買った時についていたですねマイクロファイバーセームを使って拭き取りをしていきます。普段使っているマイクロファイバークロスよりも水の吸収はすごく良かったと思います。あとはピカピカレインを塗るだけという工程でですねボディを一応触っておきました。まだザラザラは若干残っていましたけどもね、仕方がないと思ってここからはですねピカピカレインを塗っていくことにします。ピカピカレインは時間を置いて拭き取るということをするとムラになったりとかですね跡が残ったりしてしまうので、もうサクッとですね拭いてしまいます。なるべく細かく分けてですね、もうオデッセイぐらいでかくなるとですねボンネット1枚とかやってると乾燥してしまうかもしれないので、半分ぐらいずつに分けてですね塗っていきます。だいたいプレスラインのところを目印にしてですね、その周りを塗って拭き取っていくみたいな、そういう風な感じで進めていました。まあ、ちょっと分かりにくくなってしまうところもあるんですけどもね、ピカピカレインを塗るという工程がですね意外と時間がかかってですね、塗るだけでも1時間ぐらい僕はかかってしまったんじゃないかなと思います。ピカピカレインを塗り終わったところで4時間半ぐらいの時間が経過していました。そしてピカピカレインを塗った後がこんな感じですね。まあ、そもそもですね爆白で掃除した後綺麗になっていたんですけども、若干ツヤ感が増したんじゃないかなと思います。ここからですね12時間水に濡れないようにしてですね、完全硬化するまでは2週間かかるということです。もうここまで来てかなりしんどかったんですけど、あと一頑張りです。樹脂パーツ復活剤を塗っていきます。もうこのボンネットのここのところですよね、もうここが本当にしらけてしまっていたので、とにかくここはやりたかったんですよね。ピカピカレインと同じように塗り広げたら拭いていくを繰り返していきます。これもですね濡れてはいけません。ピカピカレインと同じタイミングでするのがちょうどいいかなというふうに思いました。樹脂復活剤を塗った後がこんな感じです。もうびっくりするぐらい黒黒としてですね、新車の時を思い出すような感じになりました。
これはやる価値非常に高いですね。このヘッドライトのところのですね、ハニカム構造のところも、まあ、ある程度ですけどね、塗っていきました。綿棒とか使いながら塗ったんですけども、完璧ではないんですけどもね、やっぱりだいぶ黒さを増したなって感じです。まあこういうところちょっとね、白いところ残っていて塗り残しがあるなっていう感じはあるんですけど、表面見た時がですね、黒いツヤが戻ってる感じっていうのはすごくあります。1週間が経過してボディの状態がこんな感じです。ちょっと出かけて雨にも降られたりしたので汚れは若干乗ってるんですけども、それでもですね、コーティングする前と比べたらすごく綺麗です。ちなみに水を流すとですね、こんな感じになります。コーティングする前と比べたらですね、もう水の落ち方というか水弾きは全然違います。7日レインでお手入れをしてたんですけどもね、やっぱりピカピカレインの塗りたてというのはすごく水が流れてくれます。そして水で流したついでにですね、1週間目なので水洗いでしか洗車はできないんですけども、完全効果は2週間ということになりますので、こんな感じでですね、すごくツヤツヤです。まあほんと綺麗ですよね。で、水で流すだけでしたけども、汚れがすごく落ちてくれるので洗車が楽でしたね。水も弾いてくれますしね、やっぱり定期的なコーティングは必要だなと思います、はい。ということで、オデッセイハイブリッドのですね、コーティングやりました。全部で施工時間はですね、だいたい5時間ぐらいかかりましたね。5時間ぐらいかけて施工をしまして、そして、今日の最後ですね、一番最後の方に来たのが1週間後ぐらいの状態っていう感じにはなるんですけども、まあ水弾きはやっぱり期待通りの十分とした活水性っていうんですけどね、十分としたレベルのものだなと思いますし、まあ、下地処理、まあ僕なりにですけどやってみてですね、そしてからピカピカレインプレミアムを施工しましたけども、だいぶやっぱ表面綺麗になったんですよね。やっぱりだいぶですね、これまで5年間汚れてるっていうのもありましたので、最初にしっかりと洗ってあげることでだいぶ白さが出てたんですかね。中に閉じ込められてた汚れとかも落ちてですね、思った以上に綺麗になったかなと、僕的にはですね、すごく満足ができているかなという、そういうレベルになっております。まあ、どうしても5年経過していますので、まあ、完璧に問題なくみたいな、もうすごく綺麗でみたいな感じはですね、難しいところはあるんですが、僕はですね、このオデッセイハイブリッドを購入して最初はディーラーに撥水洗車やってもらってたんですけども、まあある時ですね、ちょっと撥水洗車の出来に満足いかない時があったので、でそこからピカピカレインプレミアムのコーティングをして2回ほどこれまでにして、でその度に汚れを落としてってやっていたので、まあ、定期的にそういう風にコーティングしていくっていうのは必要なことなんだなというのをですね、改めて思いました。まあ、長い期間ね、乗らないとかっていうのであればいいのかもしれませんけども、なるべく長い期間乗りたいなという感じであればですね、コーティングは必須だなと思いました。はい、ということでですね、今回はですね、洗車のやり方とか、その、洗車の方法とかそういう動画ではないんですけども、まあ、オデッセイハイブリッド5年目にですね、またピカピカレインプレミアムと樹脂復活剤ですね、を使ってみたらどんな感じになるのかなっていうのをやってみました。何かの参考になれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。